再開します。日程9、議案第16号読谷村附属機関に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。文教厚生常任委員長の報告を求めます。神谷赤江文教厚生常任委員長。委員会審査報告書、議案第16号読谷村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について審査の経過と結果を報告いたします。本議案は2月27日の本会議にて上程および説明後、3月3日の本会議で文教厚生常任委員会に付託され、3月12日本委員会は千葉な福祉課長担当係長の出席を求め審査をいたしました。本条例の上程理由は、読谷村附属機関に関する条例の別表中、読谷村地域福祉計画策定委員会の次に、読谷村障害者計画等策定委員会を追加することで、令和2年度計画策定に取り組むための諮問機関としての位置づけをするものです。主な審査の内容は以下のとおりでありました。本村の障害福祉関連計画策定の際、これまでは要綱で障害福祉関係者団体等から調査意見聴取などを行っていたものを、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、本村の付属機関として正式な形で置き、令和2年度に第6期読谷村障害福祉計画および第2期読谷村障害福祉計画を策定するものであります。以上、質疑応答を交わし、令和2年3月13日、全委員出席のもと評決の結果、本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第16号読谷村附属機関に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第16号は委員長報告のとおり可決されました。日程10、議案第17号読谷村立幼稚園一時預かり保育料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。文教厚生常任委員長の報告を求めます。神谷赤江文教厚生常任委員長。委員会審査報告書、議案第17号読谷村立幼稚園一時預かり保育料条例の一部を改正する条例について審査の経過と結果を報告いたします。本議案は2月27日の本会議にて上程および説明後、3月3日の本会議で文教厚生常任委員会に付託され、3月12日本委員会は玉城子ども未来課長と担当係長の出席を求め審査をいたしました。本条例の上程理由は、幼児教育保育無償化制度の施行に伴い月額の保育料を日額の保育料に変更し、月額の上限を設けることにより、
本村の子育て世帯の経済的負担の軽減を図るためです。主な審査の内容は以下の通りでありました。国の支援の基準として保育料の納付は、幼児が在籍した月ごとに利用日数分の日額保育料を納付するものであります。ただし、利用日数分の日額保育料が月の上限を超えた場合は、月の上限額とし、すべての保護者の負担軽減を図るものであります。以上、質疑応答を交わし、令和2年3月13日、全員出席のもと表決の結果、本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第17号、読谷村立幼稚園一時預かり保育料条例の一部を改正する条例についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第17号は委員長報告のとおり可決されました。日程11、議案第18号、読谷村都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。建設経済常任委員長の報告を求めます。長浜宗則建設経済常任委員長。委員会審査報告、議案第18号、読谷村都市公園条例の一部を改正する条例についての審査の経過と結果を報告します。本議案は3月3日に建設常任委員会に付託され、3月10日に山城敦司都市計画課長ほか、1名の出席を求めて審査を行いました。今回の改正は、牧原公園、外区の住所の変更と、夕方公園を外国公園に追加するための条例の一部を改正するものであります。改正の理由は、現在の条例上の牧原公園の住所の読谷村あざいらみな315番地の位置は、古谷中学校敷地に合致されており、現状の牧原公園の中心部の地籍、読谷村あざひじゃ318番地に改めるものであります。夕畑公園につきましては、読谷村の都市計画条例で、現在、総合公園2箇所、地区公園2箇所、外国公園が14箇所、合計18箇所の公園があります。この度、新規に読谷村あざそべ1918番地の夕畑公園が完成し、15番目の外国公園に位置づけされます。夕畑公園は総事業費2億7,982万円、国庫補助金は防衛施設周辺民生安定施設整備事業8条で1億5,219万5,000円、損負担としては一般財源4,711万2,000円、地裁4,540万、蘇米自治会からの給付金3,511万3,000円、面積は4,556平方メートルで、休養施設は東屋、ベンチ、遊戯施設、ブランコ、滑り台、健康遊具が設置され、トイレ、照明と水飲み場、8種類の樹木が植栽されています。公園の芝は高麗芝で、浜辺に隣接し、村内の公園としては抜群の環境であります。管理は蘇米自治会に管理託する予定で、草刈り、清掃を担うことになります。4月オープンを予定しており、夏場にかけて多くの村民が利用されるものと思います。モータリゼーションの社会で一般高齢者からの不自由な利用者の
駐車場の確保が課題になると想定されます。あらゆる場面を想定し、管理委託者と協議されることを希望します。令和2年3月16日、全員出席のもとに討論と評決の結果、法案は全会一致で議案通り可決すべきものと決しました。以上であります。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席14番、上地栄議員。はい、立派な審査報告ありがとうございます。議案第18号読谷村都市公園条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。この議案については、当該条例の別表第1に、夕番田公園、外区、読谷村、浅曽部、1918番地も加える内容を含まれた条例の一部改正になっております。夕番田公園については、平成12年7月に、蘇部区から読谷村に当該事案について提出しています。その後、平成20年11月に読谷村へ、夕番田事業の要請をしています。その事業の目的は、夕番田はソベックにとっては最も重要な海浜環境資源であり、日頃から海に親しみ気軽に浜遊びができることによる健康づくりと区民各世代の交流および憩いの場として、子どもから高齢者まで多くの区民が活用できることを目的としております。事業展開としては、平成22年の頃から事業が開始されましたが、用地の購入等の課題が持ち上がり、なかなかスムーズにいきませんでしたが、行政東京がはじめ関係者のご努力により、やっと条例改正をして供用開始が来る4月になるとのことです。したがって蘇部区民にとりましては、20年ぶりに念願が叶いますことは大きな喜びであり、行政当局はじめ関係各位関係機関に心から敬意と感謝を申し上げ、賛成討論に変えます。これで討論を終わります。これより議案第18号読谷村都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第18号は委員長報告のとおり可決されました。日程12、議案第19号読谷村パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。建設経済常任委員長の報告を求めます。長浜宗則建設経済常任委員長。委員会審査報告。議案第19号読谷村パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について審査の経過と結果を報告します。本議案は3月3日に建設経済常任委員会に付託され、3月とかに山城勝二都市計画課長ほか1名の出席を求め審査を行いました。今回の改正は利用区分に平日のみの半日券及び1日券の追加と、村外65歳以上の使用料を新たに設置するための改正であります。読谷村パーク場は平成31年4月24日にオープンしました。予算ベースで入客数1万8000人、村外 51%、村内 49%、使用料を1041万3000円計上してありました。令和2年2月28日付で経営状況は、入客数が1万6750名、村内1万647名、村外6103名で 93% になります。使用料は
843万50円、損内339万3350円、損害376万4800円、黒部使用料は127万900円、81% となります。3月末まではコロナウイルスの影響で幾分か客足が鈍るが、初年度としては一定の評価いたします。現段階で当初より村民の客伸びが 120% 伸び、村民 の関心が高いと思われます。村内利用者の一般と65歳以上の利用状況一覧の並みとして、一般の平日利用者は607名、同日祝祭日は2634名、65歳以上は平均平日1818名、同日祝祭日2429名というデータがあります。現場サイドや利用者間の声から、平日の集客のリピーターを増やす手法として、村外の65歳以上の1ラウンドを400円、2ラウンド以降200円を追加し、さらに全利用者に平日のみ半日券および1日券を追加するものであります。ジュンタンザパーク場は交通のアクセスの良さ、芝の質、ロケーションから考察しても伸びしろは大であります。委員から村外の一般使用料が他の施設より高いという指摘がありました。そこで村外一般の集客を対策として、使用料の検討や割引クーポン、スタンプ等を提供してもらいたいとの要望と、村民内の各団体へのコンペや月例会の開催、全国大会の有志等の企画の充実も提案がありました。パークル法を通して、村民の健康増進、サンセラーの交流、観光での地域振興を実現するために、創意と工夫が求められます。令和2年3月16日、全出席のもとに、討論と評決の結果、本案は全会一致で原案通り可決すべきものと決しました。以上です。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第19号読谷村パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第19号は委員長報告のとおり可決されました。日程13、議案第22号指定管理者の指定、読谷村宇佐コミュニティ施設についてを議題とします。文教構成上任委員長の報告を求めます。神谷嘉英文教構成上任委員長。委員会審査報告書、議案第22号指定管理者の指定、読谷村宇佐コミュニティ施設についての審査の経過と結果を報告いたします。本議案は2月27日の本会議にて、上程及び説明後、3月3日の本会議で、文教構成常任委員会に付託され、3月12日、本委員会は山内生涯学習課長と担当係長の出席を求め、審査をいたしました。本議案は読谷村宇佐コミュニティ施設を宇佐区自治会の指定の期間、令和2年4月1日から令和8年3月31日まで指定管理とするものであります。読谷村公の施設における指定管理者審査委員会の審査に基づき、指定管理者と
指定機関が適当と判断されました。当該施設は地域社会の発展と地域住民の福祉増進を図るものであり、当該自治会に指定管理者を指定することが適切であります。本委員会は3月13日に自由討議と評決を行い、本議案は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席10番松田正邦議員。議案第22号指定管理者の指定読谷村宇座コミュニティ施設について賛成の立場から討論を行います。今年2020年はあの悲惨でその後過酷な歴史に翻弄された沖縄戦終結75周年の節目を迎えております。本議案の指定管理者宇座自治会は戦後ふるさと残波岬一帯を米軍基地として接収され、この現在の地に75年近くの歴史を築き上げてきております。1962年、昭和37年にこの地に2代目となる公民館建設から本年3代目となる自治の館が完成いたしました。今後この施設を拠点に若い世代が力強く自治の伝統を継承発展させていくものと確信しております。この度は国村をはじめ村民の皆様や各方面のあらゆる関係各位のご理解とご協力に感謝しつつ、今後の読谷村の自治の在り方を山内孝雄自治会長を中心に発信していくものと確認しております。なお本施設工事にあたり安全第一に施工された建築設備関係の皆様に感謝を申し上げ、賛成の討論といたします。これで討論を終わります。これより議案第22号指定管理者の指定読谷村宇座コミュニティ施設についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第22号は委員長報告のとおり可決されました。日程14、議案第24号読谷村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。総務常任委員長の報告を求めます。津波子菊江総務常任委員長。委員会審査報告書議案第24号読谷村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について審査の経過と結果を報告いたします。本議案は3月3日の本会議にて上程及び執行部の提案説明後、総務常任委員会に付託されました。3月10日本委員会にて知花雅人総務課長以下担当職員の出席を求め、条例の内容などについて審査をいたしました。条例の主な提案理由は、現行の一般職員の通勤手当を国の基準に合わせて上限額および下限額の改正をするものである。主な審査の内容は以下のとおりでありました。国の通勤手当支給に基づき下限額を2520円から2000円とする、上限額を2万5200円から3万1600円に改正するもの。本委員会は3月12日に討論と評決を行い、議案第24号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。委員長報告は終わりました。委員長報告に対する質疑を行います。
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第24号、読谷村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第24号は委員長報告のとおり可決されました。日程15、議案第25号、令和元年度村道比謝牧原線整備工事請負契約の変更についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。玉城秀友建設整備部長。議案第25号、令和元年度村道比謝牧原線整備工事請負契約の変更について提案理由の説明を申し上げます。本工事は令和元年6月20日、第487回読谷村議会定例会において、議案第36号で議決いただき、工事を進めているところであります。当該事業を促進するため、当初契約額の1億9248万9000円に3070万3200円を増額し、契約変更後の契約額を消費税込みで2億2319万2200円にするものでございます。契約の相手方、三井住友建設、盛岡産業特定建設工事共同企業体と令和2年3月5日に仮契約を締結したところでございます。工事の変更内容につきましては、橋梁上部構造と下部構造の接点に設置されるゴム支承の新設とアンカー装置及び伸縮装置の購入を追加するものであります。本契約を締結するにあたり、読谷村議会の議決に伏せべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。なお、参考資料として図面等を添付してございますので、ご参照の上ご審議くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。議案第25号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第25号、令和元年度村道比謝牧原線整備工事請負契約の変更については、会議規則第39条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第25号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第25号、令和元年度村道比謝牧原線整備工事請負契約の変更についてを採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第25号は原案のとおり可決されました。日程16、議案第26号、損害賠償請求反訴事件にかかる和解についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。古源守総務部長。議案第26号、損害賠償請求反訴事件に係る和解についてご説明申し上げます。
本件訴訟は平成30年3月議会において議案第25号訴えの提起損害賠償請求事件について提案し可決いただき訴訟を進めてきた事件でございます。読谷村が原告として被告読谷村植地恭介に対して読谷村健康増進センターにおいて不明となっている利用料等の支払いを求めているものであります。訴訟の経過でございますが、平成29年12月26日付で被告が読谷村に対して被告の読谷村への債務が30万円以上存在しないとした債務不存在確認請求事件として提訴したことに対し、平成30年4月17日に読谷村健康増進センターの不明金総額の支払いを求める損害賠償請求反訴事件の提訴を行い、両事件が統合され損害賠償請求反訴事件として今日まで18回の口頭弁論が行われております。この間、令和元年10月には裁判所よりこれまでの証拠資料及び双方の主張を審査した結果、この時点で双方に和解を促す意見も行われております。その後の口頭弁論で和解条件について相手方と交渉を行ってまいりました。その結果、令和2年2月20日の第18回口頭弁論において被告人代理人より本村が提示した和解条件に合意するとの回答があり、裁判所より双方に対して和解条項の勧告を行う形となっております。次に和解案についてご説明いたします。和解条項は6項目でございますので読み上げます。1、反訴被告植地恭介以下被告というは、反訴原告読谷村以下原告というに対し本件解決金として227万9442円の支払い義務があることを認める。2、被告は原告に対し全項の金印を令和2年〇月〇日に限り和解成立から1ヶ月後原告が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は被告の負担とする。3、被告は本件について深く陳謝する。4、原告はその世の請求を放棄する。5、原告及び被告は原告と被告との間にはこの和解条項に定めるもののほかに何らの債務がないことを相互に確認する。6、訴訟費用は各自の負担とする。以上を申し上げ、損害賠償請求反訴事件に係る和解について地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。議案第26号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑、議席18番国吉正和議員。1点だけ確認させてください。和解条項の中で、本件解決金として、金額が記されておりますが、これ以上の積み上げはできないということの理解でよろしいですか。知花雅人総務課長。はい、今回、この和解にあたりまして、先ほど議案の説明の中ではありましたが、当初は私たち不明金総額を求めて相手方に訴訟を起こしております。でそれで損が持っている資料ですね、それをすべて裁判所の方に提出をしていきまして、裁判所の方の中でその審査を行っていった結果ですね、裁判所の方で認定された金額というのがこの和解の解決金というふうになっております。でこれ以上の積み上げというのはですね、
私たちにも村が提出し入れてあのした資料はもうすべて提出してございますので、これ以上求めるためにはさらに新たな資料を出さないといけないということになっておりますが、その資料の提出自体がもう厳しいということでありますので、今回はもうこの額までということであります。他に質疑ございますか。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第26号損害賠償請求反訴事件に係る和解については、会議規則第39条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第26号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより議案第26号損害賠償請求反訴事件に係る和解についてを採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第26号は原案の通り可決されました。日程17、同意第1号教育長の任命千葉雅氏についてと、日程18、同意第2号教育委員会委員の任命津波仁氏について、および日程19、同意3号第3号教育委員会委員の任命崎浜智子氏についての3件を一括して議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。石峰伝説村長。同意第1号教育長の任命千葉雅氏について、下記のものを教育長として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意を求めます。議住所読谷村、氏名千葉雅、年齢61歳、令和2年3月24日提出。提案理由、同意第1号教育長の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意をいただきたくご提案させていただきます。平成21年4月より2期8年間読谷村教育委員会委員として、また平成29年4月からは新教育委員会制度における初めての教育長として本村の教育の振興発展に貢献されました松田平次氏が令和2年3月31日をもって任期満了となります。松田氏の今日までのご活躍ご尽力に対し新人なる敬意を表するものであります。今回その後任として千葉雅氏を本村の教育長として任命したいと考えております。千葉氏の経歴人柄について申し上げますと、昭和57年3月琉球大学教育学部保健体育科を卒業後、昭和63年4月具志川市立中原小学校教諭として採用されたのを皮切りに県内の4校で教鞭を取り、その後沖縄県教育庁障害学習振興課社会教育主事古源南小学校教頭、読谷小学校教頭、宜野湾市立大山小学校副校長、読谷村教育委員会学校教育課長を歴任されております。平成27年4月からは4月からの4年間は時志小学校校長を務められ、平成31年3月に定年退職されました。また平成31年4月からは本村の教育委員会教育委員として誠心誠意その職務に当たられ、その功績は教育関係者はもとより多方面から高い評価を得ております。千葉氏は山積する教育行政の諸課題に対し
これまでの実績と卓越した見識をもって当たられ、学校教育、社会教育等あらゆる面でのさらなる活躍を期待できる方であります。よって本市を同市を本村の教育長として適任者であると考え、議会の同意をいただきたくご提案申し上げます。なお任期につきましては令和2年4月1日より令和5年3月31日までの3年間でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。続きまして同意第2号教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意をいただきたくご提案させていただきます。読谷村教育委員会委員である千葉名勝氏が辞任することに伴い、その後任として津波仁氏を本村の教育委員会委員として任命したいと考えております。津波氏の経歴人柄等について申し上げますと、昭和55年3月九州学院大学工学部電子工学科を卒業後、兵庫県伊丹市において教諭として採用され、12年間勤務した後、平成4年4月より柳代村立変座中学校教諭を皮切りに県内6校で教鞭を取り、その後茶谷町立茶谷中学校教頭、宜野湾市立嘉数中学校副校長、読谷村立読谷中学校副校長を歴任し、沖縄市立ウェイク中学校校長として平成30年3月に定年退職するまでの38年間の教職生活で学校教育にご尽力されました。津波氏の活躍は地域からも高く評価され、人望も厚く、本村の学校教育、社会教育、家庭教育などの発展に大きく寄与するものと期待するところであります。よって本村の教育委員会委員として適任者であると判断し、議会の同意をいただきたくご提案申し上げます。なお任期につきましては、千葉名市の残任期間である令和2年4月1日より令和5年3月31日までの4年間でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。続きまして、同意第3号教育委員会委員崎浜智子氏の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意をいただきたくご提案申し、議会の同意をいただきたくご提案申し上げます。平成28年4月より読谷村教育委員会委員として本村の教育の振興発展に貢献されました照屋玲子氏が令和2年3月31日をもって任期満了となります。照屋氏の今日までのご活躍ご尽力に対し、新人なる敬意を表するものであります。今回その後任として崎浜智子氏を本村の教育委員会委員として任命したいと考えております。崎浜氏の経歴人柄などにつきまして申し上げますと、昭和56年3月琉球大学理工学部数学科を卒業後、昭和58年4月より金町立金小学校教諭として採用されたのを皮切りに県内6学校で教鞭を取られ、平成23年から沖縄市立比屋小学校で教頭、その後平成27年4月から3年間古源小学校の校長を務められ、平成30年3月に定年退職されるまで35年間の教職生活で学校教育にご尽力されました。崎浜氏の活躍は地域からも高く評価され、人望も厚く、本村の
学校教育、社会教育、家庭教育等の発展に大きく寄与するものであると期待するところであります。よって本村の教育委員会委員として適任者であると判断し、議会の同意をいただきたく、ご提案申し上げます。なお、任期につきましては、令和2年4月1日より、令和6年3月31日までの4年間でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。同意第1号、同意第2号、および同意第3号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております。同意第1号、教育長の任命、千葉名勝氏について、同意第2号、教育委員会委員の任命、津波仁氏について、および同意第3号、教育委員会委員の任命、崎浜智子氏については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、同意第1号、同意第2号、および同意第3号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず、同意第1号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席13番、神谷嘉英議員。ただいま議題となっております同意第1号教育長の任命、千葉名勝氏について賛成の立場から討論させていただきます。その前に任期満了でご勇退なされる松田平次氏におかれましては、平成21年より11年もの長きにわたり本村の教育全般に及び多大な貢献をしていただきましたことに敬意を表します。特に地域の子は地域で育てるという言葉はもはや教育関係のあらゆる場におきまして共通の語彙となりました。これまでのご活躍ご尽力に対しまして深く感謝申し上げます。後任としまして石嶺村長からの提案理由にもありましたように千葉名勝氏の経歴人柄につきましてはご紹介のとおりでありまして平成27年4月から渡慶小学校校長の4年間は登校時の児童たちの安全を見守ると同時に挨拶の声かけを行い楽しい学校の運営へ導き学力向上へとつなげる育成手腕には目を見張るものがありました。平成31年3月に定年退職されると、同年4月からは本村の教育委員会委員として職務に当たり、さらには村体育協会会長として、昨年の陸上競技大会におきましては、天候に対する開催の判断や、閉会後、役員、補助員へ配慮する姿から、他方面への対応ができ得る人材だと確信をいたしております。同氏の実績と卓越した見識でもって本村教育行政の的確な運営を推進していくためにも教育長として適任でありますことを申し上げ賛成の討論といたします。これで討論を終わります。これより同意第1号教育長の任命千葉名勝氏についてを採決します。お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって同意第1号は原案のとおり同意することに決定しました。次に同意第2号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席5番植地理恵子議員。同意第2号教育委員会委員の任命津波氏について賛成の討論をいたします。津波氏が五駅中学校校長在学当時たまたま私の知り合いがの親子が五駅中学校に在籍しておりまして津波先生津波校長先生のお話をよくなさしていました。
すごく熱血のある先生で、父母特に子どもたちからの信頼が厚く親しまれている校長先生だったとお聞きしております。人柄については提案理由にもありますように、38年間の教職生活で学校教育にご尽力され、地域でも高く評価され、信望も厚い方です。本村の学校教育、社会教育、家庭教育などの発展に大きく寄与するものと期待し、賛成の討論といたします。これで討論を終わります。これより同意第2号教育委員会の委員、教育委員会委員の任命、津波仁氏についてを採決します。お諮りします。本案は原案の通り同意することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって同意第2号は原案の通り同意することに決定しました。次に同意第3号について討論を行います。まず同意第3号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席8番、城間勇議員。同意第3号教育委員の任命について、賛成の立場から討論を行います。その前に平成28年4月より読谷村教育委員として本村の教育の振興に発展に貢献されました照屋玲子氏が令和2年3月31日をもって任期満了となります。照屋氏の今日までの活躍ご尽力に対し新人なる敬意を表するものであります。大変ご苦労様でございました。後任の崎浜智子氏は提案流の通り琉球大学理工学部を卒業後県内7校で教鞭を取られ、3年間古源小学校の校長を務められて、平成30年3月に定年退職されるまで35年間の教職生活で学校教育にご尽力されました。現在中上教育事務所学校運営アドバイザーとしても頑張っております。青年の頃は砲丸投げの選手として読谷村陸上競技大会では常に上位入賞しておりました。崎山氏の活躍は地域からも高く評価され、辛抱も厚く本村の学校教育、社会教育、家庭教育等の発展に大きく寄与するものと期待し、法案の賛成討論といたします。これで討論を終わります。これより同意第3号教育委員会委員の任命、崎浜智子氏についてを採決します。お諮りします。本案は原案の通り同意することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって同意第3号は原案の通り同意することに決定しました。日程20、閉会中継続審査及び調査申し出についてを議題とします。総務常任委員長、文教構成常任委員長、建設経済常任委員長から目下委員会において審査及び調査中の事件について会議規則第75条の規定により、お手元にお配りしました申し出書の通り、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。お諮りします。参委員長からの申し出の通り、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって参委員長からの申し出の通り、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。日程21、議員派遣についてを議題とします。議員派遣につきましては、1、令和2年度中に行われる沖縄県町村議会議長会及び中部地区町村議長会主催の議員事務局職員研修会については全議員または代表の派遣、2、令和2年度中に行われる読谷村議会基本条例の規定による一般会議及び議会報告会等については全議員の派遣、以上閉会中に議員派遣することにご異議ありませんか。
異議なしと認めます。したがって閉会中に議員派遣をすることに決定しました。議決事件の整理についてお諮りします。会議規則第45条の規定により、第494回読谷村議会定例会において議決した事件の条項、時区、数字、その他の整理を議長に一任することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会において議決した事件の条項、時区、数字、その他の整理を議長に一任することに決しました。閉会するにあたりご挨拶を申し上げます。本議会は去る2月27日から本日まで27日間の会期日程で開催されました。令和元年度補正予算及び令和2年度の一般会計、特別会計の新年度予算、さらには条例改正同意案件等が審議され、すべての議案が原案の通り可決同意されました。一般質問には18名の議員から各分野にわたり改善や問題提起がありました。特に正月明けから豚熱の発生は県内の畜産農家に大きなダメージを与え、沖縄の食文化にも影響を及ぼしかねない事態になりました。さらには新型コロナウイルス感染拡大防止策で職場や教育現場が混乱し、観光や経済をはじめ社会全体に大きな影響を与えています。パンデミック宣言が出された今、一人一人が予防や健康管理に留意しなければなりません。その他の一般質問においても内容を真摯に受け止め、住民サービスの充実に努めていただくことを希望いたします。変わる議会をテーマに議会改革活性化に取り組んできました。今議会で改革の一つの具体的な形としてタブレット導入が予算化されました。議員閣議のレベルアップに加え、村民への丁寧な説明責任を果たすため、その成果が試されます。また県町村議長会主催の第18回議会広報コンクールにおいて写真賞を受賞をしました。委員のセンスとチームワークの賜物だと思います。執行部においては会計年度任用職員制度の導入に伴い、これまでと違う体制が敷かれる中、多くの場面で変化が想定されますが、柔軟に対応し、さらなる住民福祉の向上につながるよう期待いたします。最後に、本村の教育行政の運営に多大な貢献のあった松田平次教育長が今月の末で退任をされます。これまでの功績に対し、新人なる敬意と感謝を申し上げます。今後は一村民としてのますますのご活躍を期待いたします。以上で本日の会議日程はすべて終了しました。会議を閉じます。これをもちまして、令和2年第494回読谷村議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。